メイとヤズハのラジオでモヤモヤサーチ。燃える若葉の色、揺らす風を入れ。ゲームラジオ川越をお聞きの皆様、こんばんは。メイとヤスハのメイです。ヤスハです。よろしくお願いします。お願いします。このお時間はシンガーソングライターユニットのメイとヤスハがお送りさせていただきます。はい。モヤモヤの向こうの幸せを探す合言葉はモヤモヤサーチということで、FM ラジオ川越から元気と癒しをお届けする歌とおしゃべりの30分です。はい、今回は第6回目のラジオでモヤモヤサーチです。でまずはモヤモヤサーチとは何か知らない方がほとんどだと思いますので、ご説明しちゃってね。はい、嬉しい。めいちゃんと一緒にラジオができて嬉しい。5回目の時一人ぼっちだったから、今ねめいちゃんとラジオができる幸せをかみしめているヤスハです。ありがとうございます。はい、それがモヤモヤサーチ。でもね、違うの、モヤモヤしてなく、はい、それモヤモヤに気づくこともあるね。一、うん、人でやって、そうそうそう、モヤモヤしてた。なんか二人ってよかったなっていう。あ、そう。そして今二人で、はい、みーちゃんの声でこのラジオが始まった時に、はい、それが見つかっちゃった。モヤモヤがすっきり、やっぱり二人がやったっていう。そっか、はい、はい、それが、それをね、それがね、そんなモヤモヤ見ないするのではなく、うん、追求して、はい、検索して、うん、共有するのが、はい、共有して幸せを見つけるというのが、はい、モヤモヤサーチです。壮大でアバウトね。壮大でアバウトね。壮大でアバウトでしょ、はい、ありがとうございます。いやー、ね、スーパーヤスハータイム、ね、皆さんね、きっとすごい楽しんでいただいたと思いますので ね第5回聞いてくれた方はね、この第6回おーってなると思うよ。あー、ちょっとね、面白い。なんかでも、そのこうなんていうの、メリハリがね、あっていいかもしれないですね、うん、今日はちょっと違う感じっていうのがあると。持ってきたー。持ってきたー。復活、うん、1回でね、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですか、じゃあモヤモヤのエピソードはそんなところで大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。わかりました。ではということで、まず最初のコーナーを始めてみましょう。せーの、モヤモヤソングスサーチ。はい、イエイイエイ。モヤモヤソングスサーチではですね、メイとヤスハがモヤモヤプッシュしたい曲や、リスナーの方々よりいただきましたリクエスト曲、まだね、届いてないんでね、ぜひリクエスト曲お待ちしてます。で、待ちしてます。これはね、今はね、私たち の, プッシュ曲をお届けしたいと思いますが、プッシュ、はい、ね、今日はですね、はい、ちょっとこの曲聴いてくださいよ。もう本当だよ、楽しみだよ。ぜひちょっとね、ドキドキ しながら聴いていただきたいと思います。はい、それではどうぞ。お聴きいただきましたのは、クラマ&ヒエのワイルドウィンド、野生の風のようでした。ふぅご存知の方いらっしゃるかな。ねえ、悠々白書ですよ。いつも悠々白書何かかけてますけど、オープニングエンディング曲からちょっと今日はね、そう、飛び立ちまして、飛び立ちましたね、はい、はい、伝説のキャラソンからキャラソンなんて今はさ普通になっているけれど、ね、当時はね、そうそう、すごい最先端だったと思いますよ。最先端ですね、はい、そして人気のね、キャラクター、はい、人気投票でも1位、はい、2位を争う、うん、主人公じゃない、そうそう、ね、クラマさんとフィエさんの、そう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 、そう、そしてまたね、うん、クラマさんはね、うん、尾形めぐみさん、そう、フィエさんはね、そう、檜山信之さん、檜山、そう、めいちゃんも言いたいかなと思って、はい、今ね、その目ですごい訴えてましたね、檜、うん、山信之さん、フィエ役のね、いい声なんですよね、そう、お二人ともね、声優さん方がね、そう、もう役のこう気持ちがなんか出てくるようなね感じでこう歌われていて、かっこいい、かっこいいですよね。野生の風のように、そう、もうなんて言うんだろう、そのサウンドもすごい、もう素晴らしくかっこいい、かっこいい、イントロからね、もうダンスチューンみたいなちょっと感じもあり、ちょっとロックテイストもあり、なんかそのメロディーはね、そう、すごいメロディックっていうか、なんかかっこいい、そうなんですよ、綺麗、そう、もうなんか一度聴いたらなんか忘れられないような、うん、そんなやっぱりこうなんて言うんだろうな、そしてハモリもすごい、そう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 、そう、二人のね、その役のハモリがまたね、うん、
素敵なんですよね。めっちゃさ、うかうかしてられないよってのもの最高のハモリだよ。そうなんですよ。うかうかっていうか、ね、こっちが追ってるんですけど。そう、追ってる。こちらもね、確か1回か2回ぐらいね、ちょっとギターでね、弾き語って歌ったもんね。やらせていただきましたけどね、超楽しいよね。まだまだちょっと極めたいなっていう思いもありますね、うん、はい。かっこいいと思った方はね、ぜひぜひ有役者のキャラソン、そう、めちゃめちゃいっぱいありますからね。そうなんですよね、うん、ほんとこう、まあ、その作品の世界とキャラのその世界とね、それをこうバッチリこうね、歌で表現、うん、曲とその歌詞とで表現されてるの、うん、皆様が素晴らしすぎるっていう、ね、素晴らしすぎる。そう、歌詞からの、そう、曲のね、うん、アレンジからの、もちろん声が素晴らしいんですけれども、すごいよね。だっていろんなキャラのがあるじゃない。その主要キャラだけじゃないのもありますかね。そうそうそう、悪役だけのアルバムとかあるのもいいよね。ね、敵役のね、そう、あのアルバムもあったりとかね。ほんとこの、なんだろうね、こうお祭り騒ぎみたいな感じですよね。ワイワイ、もううわーっていうのは、ほんとなんかこう血湧き肉踊る。逆だっけ、血湧くんだよね。血湧いて肉踊るだけ。うん、多分そう。血湧き肉、血は踊らないから。ちょっと瞑想しちゃったけど、それぐらいこううおうおーってなるっていう、その曲でね、うん、続いて本日2曲目のもやもやソングをお聴きいただきたいと思います。イエーイ。ではこちらです。はい、本日2曲目にお届けしましたのはエレファントカシマシで普通の日々でした。ありがとうございます。これね、高原、なんかさ、やっぱりそのもう今やですね、やっぱ、うん、まあ、昔からなんですけど、すごい伝説 の、ね、あのバンドさんであり、うん、グループであるので、ちょっと、うん、なかなかこうね、公言するのが恥ずかしいっていうのもあったりとか、なかなかその言う機会が、そう言うとなるともう溢れ出す、覚悟がね、覚悟と溢れ出すわけです。だからこういう機会でもないとね、やっぱりちゃんと言えないなと思ってたので、すごい今回はね、うん、本当にありがたいなと思っておりますが、もうまさにですね、エレファントカシマシさんに私が出会った曲がこの普通の日々という曲だったんですね。実は出会った曲っていうのは、はい、初めて聞いて、この曲誰だろう、はい、みたいなこと、うんうんうん、そうなんです。ね、テレビ の、 やっぱ CM でこの曲が、あ、そうなんだね、そのしかもあの CD の宣伝の CM、 この曲の CM だったんですよね。そうだったんだ。 でその CM がまたすごくこうなんだろうって感じるような、うん、映像もね、素敵だし、でその歌声にグッとこうやっぱつかまれてしまって、うん、うんと思って聞き始めたら、その時はちょっとまだなんて言うんでしょうね、ちょっと最盛期、そのテレビにすごい出てた時期の後ぐらいの時期だったんで、じゃあ悲しみの果ての後、なんかそうですね、悲しみの果てとかブワーって来てたよりも少し後だったんですよね。そうなんだね。そうなんで、そういうこうなんてしっとりした曲も多分その頃すごく生まれてたような感じもするんですけど、でそこからそのあ、この人たちって以前なんかすごいヘイヘイヘイさんとかですごいなんか面白い喋りをしてた方だったよなっていう印象だけなんか昔、遠い昔にあって、でそれを合致した時になんかそのギャップにまたと思って。あ、なるほどね。そうなんですよ。あれですか、スピッツの話。そうだよ。そう、めいちゃんがいなくて寂しすぎて大好きなスピッツ。そうそうそう、うん、ね、でも覚えてないんだよな、私スピッツ何の曲から入ったかが、お気に入りの曲1曲ちょっとチョイスさせていただいたんですけど、はい、入りの曲が、スピッツってすごくもう流れてたから、いっぱいいろんな曲がこう、しかもこの間めいちゃんとも話したんだけど、時代に問わずなんかこう、そうね、前昔の曲がシングルカットで空も飛べるはずがとから、ヒットしたりとかしてたりもして、時系列が分かんなくなるんですよね。なるほどね。そうですよね。そでそのほらスピッツさんともエレファントカシマシさんはすごくこう関わりがあるというのがまたね、嬉しい。嬉しいですよね。メイタンと2人でライブ行ったもんね。そうなんです、アニバーサリーのね、すごい特別なライブがあったんですよね。3月18日。わー、すごい覚えてる、日にちまで覚えてる、すごいですね。埼玉スーパーアリーナ、埼玉スーパーアリーナですよ皆さん。もう最高でしたね、あれは。本当に伝説の回でした、本当に、うん、はい。
まだね、その日々が普通の日々がなければ その日々はなかったんですね、うん、そうだと思いますよ本当にね、うん、本当ねこれからもねもうガンガン聞きたいですしねできればそのカバーもね頑張ってやっていきたいなとも思っているところなんですけどね、はい、やっていこう、はい、またねちょっと時間があればたくさんお話もしたいなと思っているところです、はいはいはい、していきましょう、はい、では、今日はねこのくらいなんですけれども、もやもやソングサーチのコーナー、はい、そのリクエストもお待ちしております。あ、あとあの自分の曲ねちょっとあれだけどかけてくれないかなっていうのもう、ね、はい、ぜひお待ちしてますんでね、そちらもあのこっそりでもいいんで私たちにお送りいただければと思います。はい、はい、リクエストは、ツイッター公式アカウント FM ラジオ川越ラジオでもやもやサーチまでお寄せください。お願いいたします、はい、それでは次のコーナーに行きましょう。せーの、生ソングサーチ。このコーナーではメイと安葉が CD などの音源ではなくてですね、はい、この場でライブで歌をお届けするというコーナーなんです。はい、はい、ラジオ自体は録音でお送りしておりますのでリアルタイムではないですが、今から一発勝負、ライブ感たっぷりな感じで歌わせていただきます。はい、今日の曲はどんな曲から？それは私たちのこと、その名もドリーマー、夢見がちなね、はい、人、リスナーの皆様の中にいらっしゃいますか？きっといらっしゃる、いらっしゃる、そんな皆様に、はい、届けドリーマー、はい、手を伸ばしてみ美しい横顔、まだ見ぬ明日を夢見て眠る横顔、あなたの隣で新しい自分を見つける旅をする、はぐれぬように手をつなぐ、知りたくないことばかり過ぎてく季節や終わり、描かれた世界だけが輝いているの、あなたの目線で幸せや不安を見つめて教えて、はぐれぬように手をつなぎ、でしたね。ありがとうございます。ありがとうございます。は
い、生ソングサーチのコーナーで演奏する曲のリクエストもお待ちしておりますので、待ってます、オリジナル曲はもちろん、はい、カバー曲のリクエストなどもぜひぜひ、はい、FM ラジオ川越ラジオでもやもやサーチ公式、ツイッターアカウントをフォローの上、メッセージをお送りくださいませ。お願いします。はい、以上生ソングサーチのコーナーでした。はい、続いてのコーナーはその名もメイヤスポストのコーナーです。はい、リスナー様より届いたモヤモヤレターをお呼びしますので、はい、メイとヤスさんの2人でそのモヤモヤを幸せに導いてみたいと思います。はい、導いてください。導き今日もたくさんのモヤモヤが、届いているかな。わーい、楽しみだわ、楽しみだわ、はい、楽しみだわ、ワンワン、あれ。はい、お、お大変ですか。大変じゃないですね。うん、はい、届いてるって先にめいちゃんに教えてもらったもん。わーい、じゃあ今日はね、届いているということでね、届いているらしい。はい、パフパフ、やったね、しちゃおうかな。はい、まだ ね、前回は一人だったからね、はい、ポストの鍵が開けられなくて、はい、鍵がね、そう、めいちゃんが持ってるので。なるほど、はい。ではですね、早速本日のお便り読ませていただきますね。はい、はい、ラジオネームヒロさん、ありがとうございます。めい、はい、さん、やすはさん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ついこの間まで寒い寒いと言っていたのに、早いものでもう春ですね。春ですね。本当ね、今日もね、いいお天気ですが、うん、はい、出会いや別れが多いこの季節、うん、本当はお酒の席でね、たくさん飲んだり騒いだりしたいとこですね、うん、と。本当に、はい、早く楽しく飲める日が来ることを願います。ありがとうございます。なんかこのメッセージ自体が春みたいにポカポカしてて、幸せな気持ちになりました。その通りですね。ヒロさん、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい言葉だよ。はい、本当ですね、うん、もうなんかこう、なんかね、優しさ、本当そのなんか小さな優しさとか、小さな心遣いとか言葉遣いとかね、なんかそういうのに本当にこう、このね、大変な女性っていうのは助けられてますよね、うん、本当にそうだね。優しさって世界を救うよね、はい、う、本当ですよ、うん、そう、もうなんかこういう方がね、聞いてくださってると思うと、もっと頑張んなきゃなと、はい、はい、そういう気持ちで背筋がピンと伸びる思いです。はい、ピンピンと伸びております。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこの後ですね、いつもは終了間際にジングルをメイトヤさんのラジオでもやもやさんち流れるんですけど、うん、はい、いよいよですよ、やりました。お、久しぶりに、ね、ライブがね、はい、なかなか難しいんですけど、はい、ライブがちょっとこの間、うん、もちろんいろいろなこと気をつけながらですけれども、うん、実施した際に、あの皆さんに、うん、あのそこに出した方にですね、そうそう、ちょっと声を集まっていた、ね、声は距離は保ってるけど声はね、そうそうそう、遠くても聞こえるから、あのね、うん、マスクを着用してね、しね、説明が大変、あの、うん、録音した、うん、あの仲間たちの声 で、 そうです、ね、ジングル撮りましたので、このあと一発目、はい、ね、一発目の皆さんのモヤモヤサーチ、はい、聞いていただきたいと思います。はい、メイとヤスハのラジオでモヤモヤサーチ。わー、最高です。ありがとうございます。はい、声がね、聞きましたでしょうか。ありがとうございます、ご協力いただいて、はい、ありがとうございます。嬉しいね、はい、2人で、一人ぼっち寂しくて今日2人ですごく嬉しかったけど、ね、またこうやっていろんな方の声が加わることによって、うん、そうですね、またちょっと温かい気持ちになってきましたね、うん、はい、ありがとうございます。気になってきます、本当にね、下北さん、アーティストさんの皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では今日もですね、 FM ラジオ川越から元気と癒しをお届けする歌とおしゃべりの30分、お楽しみいただけましたでしょうか。なんかちょっとセクシー系に行きましたね。絞り出した。セクシー、ありがとう。失礼いたしました。はい、ありがとうございます。はい、この番組ではリクエスト曲や悩み相談など、はい、皆様からのお便りも募集しております。はい、また番組を支えていただきますスポンサー様も募集中です。はい、さっきというか、さっきだってあの、この前の前回の時に、はい、一人で喋ったのから、はい、めいちゃんにも伝えるんですけど、はい、このスポンサー様がさ、もし来た時には、うん、その企業さんであったり、はい、商品、うん、目玉の商品とかの歌作って歌うっていうのはどうだろう。素晴らしい CM ソング、ぜひやらせていただきたい、ね、はい、だからぜひ
ポンサー様大募集です、うんうん、はい、うん、そんな全てのお便りは Twitter、はい、の公式アカウント QM ラジオ川越ラジオでもやもやサーチまで、はい、ダイレクトメッセージや Twitter のリプライでもお気軽にお寄せください。はい、メールでのお便りもお待ちしております。はい、メールアドレスは、はい、もやもやサーチ@gmail.com、 もやもやサーチはもやもやは MOYAMOYA サーチはですね、はい、SERCH6 文字ですね、はい、サーチとマーク G メールでよろしくお願いいたします。お願いいたします。よろしかったね。できましたね、うん、はい。でね、またそのジングルもね、あのいろんな場所で撮って、はい、お届けしていきたいと思っておりますので、皆様と、はい、あのこういろいろね、いろいろこう交流して頑張っていきたいと思います。はい、ではまた FM ラジオ川越でお会いできる時まで、皆様の心のモヤモヤに幸せが訪れますように。モヤモヤサーチ。